どうも、パフォーマンストレーナーのソノスケです。さあ、今回はオーブのロールですね。とどろき。とどろき、さっき調べた、まあ、おっきいなんか、叫び声みたいな、多分ビビだと思うんですけど。見たいと思います。これもすごくリクエストにありましたね。オーブのメンバーは、どんな感じなんですかね。ものすごいスキルではあると思うんですけど。やっぱこう、JO1 さん、INI さんと、またこう、違って、僕的にはもっともっとこうね、表舞台にどんどん上がってきてほしいなと思ってますが、行きましょう。近寄ってくれ。近寄ってくれ。これが佐野くんかな。これがあれだよね、中川くんね。これが浦野くんなのえ。うわ、うえ。佐野くん、やっぱ、本当にね、毎回言ってっけど、本当にね、やっぱこの四肢のバランスがいいんだろうね。めちゃくちゃ股関節っていうかね、足のはめ方がもうね、我々の世界でも完璧ですよ、このアライメントの使い方。本当感心する。トレーナーになったらって思うんだよね。こういう子。まあでも感覚お化けがトレーナーになっちゃうとね、厳しいものもあるんだけど、なんか違うジャンルでも食っていけそうな気もしますけどね。うわ、ここ細かいっすよね、ほんと足先まで。そう、しっかり線で捉えてるし。なんか申し訳ないです。やっぱりこの世の中、数字っていうものが目の前に出てくるじゃないですか。まあ僕とかもそうですけど、皆さんこのオーブのファン、オーブ君たちのファンだったりとか、あとはまあこの関連の例えば JO1 さんとか、まあいろんな、僕もそうですし、WithYou って言って NiziU さんのファンですけども、やっぱり世の中、数字っていうもので見られて、で僕自身もやっぱ個人事業主と、して生きていて。で、やっぱ、数字っていうものを見られ、例えば、すごくちっちゃい世界かもしれないですが、我々、トレーナーだったり、インストラクターだったりしても、インストラクターとかトレーナーって、アーティストのより結構厳しいのが、昔ですよね。もう本当これって、5年とか、本当10年も経たないぐらいの間で、ものすごくこう、SNS とか、数字関係とか、あとはその、まあ、コメントですけど、そういった生の声が直接行くっていうのが、まあ今普通になったじゃないですか。でもね、インストラクターとかトレーナーってめちゃくちゃ怖いのが、結構人気商売なんですよ。だから、あんまこういったところで話せないですけど、嫌な時っていうのは直接、メンバーさんから声をもらうし、あと嫌がらせもたくさんあるんですね。メンバーさんから出てってしまうとか。そう。結構ね、僕らの世界もね、ダーティーなんですけど、ダーティーっていうか結構厳しい世界で。で、僕自身もやっぱそういった、やっぱり、こうね、人気のトレーナーさんがいて、僕がいて、やっぱり僕は稼げない。で、その理由っていうものを直接来るし、その直接来るのがまた厳しくて、例えばね、これ3ルートあって、まずこう、上の支配人から来る。そうちゃん、こう言われてたよ。ダメじゃん、やめなさいよ。ちゃんとそうしなさいよって言われるわけですよ。ね、ちゃんとお金売るため、ちゃんとお客さんに認めてもらうためにはこうしなさいと。ただ次に来るのはお客さんが直接来るのね。あなたのこういうのだから嫌なのよって。そっから次に来るのが自分のお客さんを通してくるって。先生、こう言われてたよ。私はスルーしたけど。3ルートあるんですよ。これが直接毎回来るから、もう僕なんかも、
もうアンチ、アンチ、アンチだから、だからこの YouTube とかやっても全然大丈夫な。僕の話し方とか、聞いてわかると思うんですけど、アンチ、アンチ、アンチ、どうぞっていう感じですよね。だから、僕はその、昔からそうですけども、自分が思っていることに対して、覆して生きていくんだったら、こんな職業死んだ方がマシだと思ってます。本当に。やめた方がいい。このやらなくていいから。で、このトレーナー、トレーニングとか健康に携わる仕事っていうのは、正直虚実ばっかですよね。食っていくためにはこう売らなきゃいけない。食っていくためにだったら、はい、5分で脂肪燃焼するって言わなきゃいけない。そんなくだらない化学反応なんて人間の体にあるはずがないんですよ。このワンスクロールでお腹ポッコリお腹が治るなんていうのは、そんなポッコリお腹になったっていう、その人生が、人生を見直さなきゃいけないじゃないですか。それがこのスマホの情報とか、なんか飲んだらそれが治るとか、なんかに乗ったら治るとか、ね、あるはずがないんですよ。そんな平和ボケした社会が。で、この、いつもなんでこのアーティストを見て僕はこれ火つくかっていうと、うん。例えばこのヒットの合わせ方とかもそうだし、ね。一つ一つのアクセント、重心の移動。そこでこの連結したこうね、並びでバババって崩しの、こういった使い方とかもそうですけども。なんか、まあコメントではあんまないですけど、僕の場合はね。時々ね、なんかこう、何がわかるんですかみたいなこと言われたりもするますけど。あ、おめ、じゃ、だったらっすよ。今そういったことを思った方々って3秒とか5秒とか10秒に命かけて動いたことあんのかっていう話じゃないですか。本当に情けなくて、なんかこう、アーティストもそうだし、まあ我々そのトレーニング指導する側、インストラクターっていう仕事だったり、僕はすごくプライドを、一応こう見えても、できる限り自分のやれることはやって、るとも言いたくないぐらい、まだまだ追求しないと思なきゃいけないと思ってるんで、多分僕のトレーニング受けてる方はちょっと今ヒヤッとしてると思います。なぜなら10秒本気で動くって、普通の人は無理です。多分血の気が引くと思います。僕に、あい、じゃあ誰々さん、10秒行くよって言われた時に、え、ちょっと待ってくださいって絶対なるから、多分僕の指導を受けてる方は多分心臓バクバクしてると思う。あい、じゃあ次20秒に上げるよって言われたら、10秒20秒自分の魂がすっ飛ぶぐらい動いたことがあんのかっていう話。その10秒20秒に対して命かけて動いたことがあるのかっていう、その経験値がある子なのかないのかの、ある子かない子っていうのは、やったことある人間にしかわからないですよ、ね、それは。それはどんな手法でもいいです。僕だったらその心拍数をここまでの数値まで10秒20秒30秒の中で上げていく。そして、また何十秒かけてリカバリーをして、もう一回上げてくる。それ6クール続けるっていう。相当な集中力と、まあ、ほんと魂削っていかないとできないです。むしろ 100% できるときなんかないです。毎回 75% くらいで終わる。1、2、3回ヒットしたぐらい。そう。だから僕とかはもうアーティストさんってもうそういう世界だと思うんですよね。魂かけて1秒、2秒、3秒の中で、どれだけ動きを繊維化して、もう見せれるかっていう世界。あのマイケル・ジャクソンさんでさえ、ものすごい一つのターン、サイドスライド、ムーンウォークだったりとか、めちゃくちゃ追求してたわけだから、顔大やけど負ったってやってたって言われるぐらいですかね。顔中包帯巻いて。そう。そういったやっぱ、なんかこう、動きが伝わってきますよね。追求してきたっていう。うん。あとね、やっぱこのオーブの振りはね、超好みなんだよね。体の使い方とかね。やっぱ濃いよね。佐野くんの股関節のこの落とし方。線がずれてないでしょ。シュパッとしてね。そう。全然いいの。全然こういう崩しでは全然入っていいんだけど、やっぱ僕は好きなんです。やっぱこう入る。まあ、クロックワイズって必ず言うんですけど、股関節、膝関節、つま先の関節、すべて秒針とかもうすべてこう時計のように
必ず同じ方向を向いてくるって。そう。これで、ね、もう針が折れない。この3点がね。で、毎回言うけど、なんでそれがいいかって言ったら、次の動作にも移行しやすいし、体が安定しやすいし、なんせ我々トレーナーサイドから言うと、怪我がしにくいっていう大きな利点があります。やっぱりね、たくさんこうグループ見てもなかなかいないですよね。うん。ういうぅぅちょっと待って、ちょっと待って、最高だ、これ。うわ、深いよね。ね、これちょっとね、こう、ウラウン君かな？とか、こういうスタイルで入ってくる。でもね、この佐野君とかもワイドでスコーン入ってくるでしょ。うぅぅこの引き上げ。いや。最高だこれ。うえぇ、ドッ、ドッ、ドッ、これはね、線があるでしょ、この線が。でもびっくりするよ、この後ろの本田くんかな、合っててほしい。とのこの線が揃うっていうね。線っていうのはもう、恥骨胸骨、恥骨胸骨、鼻、もう人中からこう全部そうね。正中線。で、このね、まあ僕これ足を畳むって言ってるんですけど、畳んだ時とかのもう中心のコントロールがほんと一瞬素晴らしいですよね。なんだろう、多分ね、なんとなく認知して多分動いてると思うんですよ。この重心の位置関係とか、すごくこうこだわってというかなんかね。うぅ。高っ。身体能力高いな、ほんとなんか、もうほんとね、素晴らしいです。これ抜きっつうんですけどね。スーってパルクールみたいにね。こう。やっぱこう、負担のかけ方をできるだけ軽減するっていうのは、膝前にシフトしてないのわかります？これ。これがフィジカルなんですよ。こういうのがフィジカル。スーッとこう、抜く感覚と、あとクラップスってクラップスって言って、もう崩れない。うん。素晴らしいよね。で、こういう時は、体をできるだけこう屈曲して丸めて力を抜くっていうことは大事なんです。これ起立したらカーンと入っちゃうから、ブワッとこう抜くんですよね。うん、パルクールのあの、ゼン君とかすごいですよね。LDH のね。ああ、あんな化け物だけど。うわ。はい、コサック出ました。これ我々の世界でコサックと言いますね。そう。これすごくいいエクササイズですよ。いつかライブで皆さんとやりたいと思いますけども、まあ、内転筋のストレッチ。この足が開脚位に入るってどういうことが起きるかっていうと、普通足が開脚位でもし床が滑る関係、これも話したことあると思うんですけども、大体、人間はもう足がこう開いてきて、こう、こうやって歩くようになるじゃないですか。足がこうね、どんどん足を揃えて歩けなくなってくるでしょ、どんどん。これ開いてくるでしょ。まあそれはいろんなことが言えるんですけども、なんで、つまり人間ってどんどん衰えてくると、そういう風に急進的に力が派生しなくなってくる。うん。まあ、ざっくり言うと内転筋とか腸腰筋群たちのこのディープな、この体の、筋肉の統合性がどんどんなくなってくると、そういう風になってきちゃう。全部やーって開いてきちゃう。で、こういう風に開脚位に入ってくると、いわゆる足って外側逃げていく力が派生しちゃうんだけども、実はこう、そこを開いちゃうとこうベチャッと潰れちゃうから、こう内側に力をガーッとこう派生する。これを我々の中で毎回話すように、これ減速って言ってます。ガーッと減速の力が働いて。で、開脚位でいるだけで結構内転筋のこう活性化につながるんですよね。うん。やって、うちに来てトレーニングする方は、すぐわかるんですけど、靴の先端にガーッと指がいっちゃって、こうやってね、どんどんかかとが浮いてきちゃうんですよ。うん。それはこう、内側にかかとクッとロックかけるように力が入らないんですよ。で、皆さんパニック起きるんですよ。どうしたらいいんですか？ここでですよ。内転筋を締めて歩くとかね。はい。その時に、内転筋を締めることができるかっていう話よ。ここのところで。で
できないでしょって。それは内転という行為をやってるだけであって、内転筋の力を別に発生してるわけじゃないと僕は思ってます。わかりますか？内転って足と足をこう中心に寄せる行為を、大腿骨をね、寄せる行為を内ももを締めてるだけであって、内転筋を鍛えるっていうことっていうのはものすごく複雑ってことです。内転筋っていうのはほぼ負随的に、力を発達させる。いわゆる腸腰筋群とかも内転筋もそうですけども、我々歩いてるとき足広がっていかないですよね。なぜか足がこうね、内側に畳んで足がこう前後に動いてる。人間って縦方向、四条面に動いてるようで、実は様々な力が働いて前に進む行為ができるようになる。だからこの力が衰えてくると体を横に振ったりとか、杖が必要になってしまったりとか、よく言えるのが階段を横向きに歩くようになりますよね。降りるようになりますよね。そう。人間の体の構造っていうものは、筋肉単体一つヒットさせる、そんな甘いことじゃないんです。すべて統合性。まっすぐな動きを、まっすぐ歩く、まっすぐ走るっていう行為は、すごく複雑な体のいろんな要素が働いているので、皆さんも体鍛えたいって言った時には、ディメンションって言って、モーティーダイレクション、いわゆる四条面、全角面、横断面から、それをこう、また切り返したような、四条面上の横断面上。螺旋体格、コイリングとかっていう言い方したりする、教育者もいるし、螺旋状、スパイラル系の、これね、でもね、当たり前なんですよ。当たり前って今僕ここで言ってるあれかわかんないですけど、スマートフォンで、いろんなトレーニングとかジム調べたりすると、教育者は、アメリカとかね、必ず普通に言ってる。で、今僕が喋ったことは普通に言ってる。Very, human's movement is very complex. Complex なんですよ。もう複雑なんですよ。だけども、simplify って言って、シンプル化して私たちはコーチングしなきゃいけない。そう。だから、multi-direction workout って言って、すべての角度のトレーニング、ワークアウトの要素を入れるっていうふうに、経営者たち、指導者は普通に言ってるんで、はい。ぜひ僕は僕のチャンネル見てる皆さんね、僕のチャンネルもちろん僕はこの、ムーブメントアナリシスが、ベースですけども、その、ムーブメントアナリシスをしながら、オーディエンス見てる方々にも、動くきっかけ、そして、どんどんそういう価値、長くアクティブに生きたいっていう、そういった価値を抱いてほしいなって思ってます。今のやるだけでも全然いいよ、これ。こういう風に股関節をワイドオープンでシフトして足を出す。これね、サロン、ほんと綺麗だ、これ。左足がちゃんと安定することで右が稼働すると。佐野くんなんかサッカーとかやったらもうとんでもねえと思う。こういう、このね、関節のチェンジ素晴らしいですよね、これ。柔らか。この移動がすごいっす。早い。ちょっと中川くんイケメンすぎねえか、これ。こんな顔で生まれたかった。この顔で生まれたらもう人生がね、豊かだ。音にすごいハマってますね。なんか気づきます？なんかこのね、こういう立ち構えっていうのかな、すごく緊張してない感じ。J1 のレン君とかって結構こういう感じなんですね。力みがない。レン君とかすごいじゃないですか、J1 の。
すごいんですよ。柔らかくて、力みがなくて。もう綺麗の一言。なんか美しい。本当に。でも僕はね、このカチカチシャープの自由化された、そして、もう完璧な僕らの目線のラインにパックリパックリパックリハマってくる、こういう動きの方がね、好きなんですよね。自分の好き嫌いっていうのは、全然言ったっていいじゃないですか。ねえ。もう自分の好き嫌いぐらいはっきり言えるようになるといいと思いますよ、僕は。どこが好きなのか、なんで好きなのか。いいじゃないですか。共有し合ってシェアし合うからこそ、いいなんていうの？いいファンが生まれますよ。ほら、カッカッと入るよ。このつま先、もう完璧ですよ、これ。まだ佐野くんばっかり言って。やっぱね、火つくんですよ。もう、本当に火がつくの。もう、なんだろう。絶対なんかこう、外してこないから。外してないでしょ。毎回、こう、佐野くんとかの足。もう、大好きなんです。僕なんかね、もう本当ね、皆さんびっくりしますよ。本当ね、人間観察の変態なんですよ。正直言うと。昔から。これはね、父親の影響なんですよね。父親がね、やったら人の真似をするんですよ。まあ、司会業であり、いろんなね、患者さん見てて、いろんなことをこう、まあ僕らに見せたり教えてたりしてたんですけど、そこからね、人の行動がね、もう気になるようになっちゃって、多分それが初め。あとはね、まあ、これ多分ね、男性能だと思うんですけど、まあ、普通、こう、おもちゃの、こう、車とか、車、スポーツが、こう、子供とかね、こう食いついていくわけじゃないですか。まあ、いろんな趣味に。だいたい男性って動くものに行くじゃないですか。で、僕はやっぱヒーローもんだったんですよね。そこが始めよ。もう仮面ライダーから始まり、もうジャッキーチェーンから始まり、もうあれ気持ち悪いぐらい。常に、起きたら入ってる。家帰ったら仮面ライダー。家帰ったらもうジャンパース、家帰ったら特捜エクシードラフト、もう家帰ったらカクレンジャー、家帰ったら本郷たけし、もうそればっかりなの、その真似してね。そうだからね、まあ、そこから今この職業にたまたまつきましたけど、外してこないですよね。うえ、かっこいいな、本当に顔が。こんな動きされたらたまったもんじゃねえ。うわ、この美女で。いいね、なかなかもう。うわ、ここしっかりパーン止めるのすごいですね。これから背中バーン当たってくるのもね、これね、後面の体幹のラインよりもこのフロントがガチンとはまるとこういうね、パーン止まる動きできますから。うわ、すごいすごいすごい。これ逃げてない。こういったところ、これ素晴らしい。素晴らしいですよ。この点取りしてるのがね、もう佐野くんはもうこれもう絶対、絶対はまっ、抜けてこないけど、こういう芸術をね、パッチリ出してくるのはほんと素晴らしいよね。あと4人っつうのがいいよね。うーすげえ。このリプレイスすごいっすね、佐野くんね。パッ。なんですごいっていうかっていうと、自分もダンスをやっていて、こういう、なんだろう、アクセントってこういう動きを自然にやるなんて、ちょっと考えられないですよね、本当に。指示されなきゃできない。ここは佐野くんかい。やっぱほら、こうなってくるんだよね。逃げないんだよね。股関節絶対こう抜いてこないよね。止まるよね。面白いっすよね。やっぱハムの発達と電筋の発達強いんだろうね。本田くんのまで違ったこう体の反応ですけど。うん。ハム、電筋、ポステリアライン、後ろ側のラインの働きが多分ね、やっぱ反応が強い子は、多分こうやって見てもそうですけど、あ、そう、かかとと接地した時の反応がやっぱり、伝達が早いと、
多分ね、こう、ハム電気、ハムがグッと引っ張って、そう、体が沈まない、こう、沈んでかないような体の使い方の反応するんだよね。やっぱいいっすね。裏切らないね。しっかり伸びてるでしょ、これ。これ大事ですよ。これはね、めっちゃ見られると思う。で、このウェーブね。このウェーブも面白いのが、こう、こういう風な、こう、なんていうの、前後っていうよりも、こう、縦ラインでスーって入ってくるから、またこれもウェーブの仕方の、ダンススクール行くと、このウェーブをこう、大きく前後にするウェーブと、縦走りでのウェーブの使い方、両方やったりするから、そういうのもやっぱり、ね、皆様は経験してみると面白いですよ。うん。すごくわかるから。アーティストの凄さ。あと、こういったところ。皆さん、もしね、やる機会があるかわからないですけども、ユニゾンって言って、まあ、発表会になった時に、こう、並びの、こうね、なんかこう、フォーメーション組まれた時に、やっぱり、もうちょっと足引いて、とか言って、遠目で言われて、背中丸いよ、とか、膝の位置、置く位置違うよ、とか、いろいろ言われるんで、あと、バミリですよね。もうちょっと、うちとか言って言って、一番の内側とか言って、天狗ぐらいに行って、とかって言われてね。こういったとこですよね。よし、感してる。柔らけえな、ほんとに。なんでだろう。僕絶対ね、まあ、コメントではまあ見ますけども、あんまり何やってるとか見たくないの。それ寄りになっちゃうから、やっぱり僕も人間なんで、なんかやってたとかね、サッカーやってたとか、野球やってたとか、あんまり知りたくないんだよね。ナチュラルだよね、みんなね。引き上げ、やっぱ高いっすね、本田くんさん。クラッチ。ナイスヒット。ん？これ差があんな。ん？ちょっと待って。ここ胸のヒット入れてんだけどね。胸のヒットじゃないか。これ、救ってんのか。ああ、救ってんのがヒットに見えたな。細けえな、この振り。線のまとまり方、ほんと綺麗ですよね、ターンのね。ほら。わかるかな？これが違いなんですよ。完全に膝視点で動いてる子たちがこの本田くんと浦野くんだから、股関節から抜いてくる子が佐野くん。ほらほらね、この違い、この違い、鬼違うから、これ。この、脊柱のアライメントキープ。脊柱のアライメントキープするんであれば、股関節主導の方がいいです。これはコリオグラファーの方がどう伝えるか、これも好き嫌いだと思います。あと、指導の受け方。ただ、毎回より、パフォーマンス上は100%佐野くんの使い方の方がいいです。そう。人間のヒューマンムーブメントで考えたら、こっちの方がすごく、評価が高くなります。むしろ動作評価だったら、多分僕みたいなトレーナーは 100% 佐野くんを選ぶと思います。ただ、ダンスの世界、これは僕は両方好きだからね。ダンスの世界で言うと、まあ動き方っていうのはもうフランス社が好き、イタ社が好き、ドイツ社が好きと、その違いだと思います。
だからそれはもう皆さん次第でね、イタシャが好きな、イタシャのこういう走りの好きだよとか、ドイツ車のこういう走りが好きだよとか、硬さが好きだよとかね。うおい。いいね。初めて顔見るぞ。ちょっとね、ここに。ここにある写真ちょっと違えな。ほら、わかるかな、これ。マジでこれ差があるわ。これ。これは大きく出るよね。これは大きく出る。これはすごくわかりやすい。悲しいぐらいわかりやすい。なのくんも結構いいですよね。このでも深く取ろうとしてる。この使い方、これは差が出る。まあ、脊柱湾曲してきてしまうところもそうですけど、この深さは、股関節の取り方はうまいですね。抜き方は、ほんとなんかすっごく、自分で意図的に抜いてんね。聞いてみたい、一回。なんか似てない？本田くんと佐野くん。僕はもうこれ、髪の色で判断してるから、間違ったら本当申し訳ないです。こっちが本田くんだと思ったけど。なんか似てるよね。でも股関節の使い方も完全に佐野くんだからね。いやー、すごく好みですね。本当に。佐野くんの、これはね、ごめんなさい。同じ車があってね。やっぱ好みってあるじゃないですか。そう。で、やっぱ僕はドイツ車が好きだとか、あるじゃないですか。やっぱ僕は BMW 好きだとか、BMW のこの、なんていうの、もうスポーツペダルのこの、の硬さ、あとこのハンドリングの硬さが好きだ、コックピットがちょっと自分の方向向いてる。そういう好き嫌いよ。ただ、動きの精密さ。この、測り方はやっぱり評価する。まあ、車のレビューアーの人みんなそうですけど、そう。好き嫌いっていうのはそういったところ、外見のところだったりとかだけども、やっぱり走ってみて、体で感じるその動き方のその精密さっていうのは多分みんな変わらないと思うんですよね。そう。だからそういった、まあ、僕が運転してるわけじゃないけど、やっぱこの動き方っていうものに関して、やっぱり、すごくこう、キリキリした、もうハンドルクッと切り返して、パッと反応する、その精度が、ものすごくいい感じが、やっぱ佐野くんの股関節の使い方、脊柱の走り方、パフォーマンストレーニングを指導してる上で、マットをついてくる使い方ですね。でもそこにちゃんとダンサー、ダンスの技術が入ってるんで、だからね、すっげえなーって思うんですよね。もう今日はたくさん喋った。